不要圏、霊花は,は、女流浪曲師。本名、明石桃代。夫は、共山省五一。北海道札幌の生まれ。浪曲好きの一家に育ち、姉には、山都式部、広沢若菊がいる。1923年に若菊の弟子となり、高菊を名乗り、翌年の1924年に、京都で、初舞台。姉と共に上京。 大谷三蔵率いる女流浪曲団、初音会に参加、藤原麻子や吉田や千代とともに全国を巡業し、人気を博した。1940年に新興キネマ演芸部に入り、小畜の白井松次郎の命名で、不要圏、霊花と改名、大阪道頓堀何技で、披露公演をする。助演は、落語の八代目桂文楽。 公団の六代目、一流祭ただし山、二代目、大島白鶴、漫才のミスワカナ、玉松一郎、呆れた、ボーイズ。戦後は一枚看板として一座を結成する。歌謡浪曲や文芸浪曲を得意とし、作家の大竹康子の不屈の名作、病院戦」を浪曲化した。1955年に出した、レコード、浪曲単行説が、大ヒット。 特に一説のテケレッツのパーが話題になる。一時老局の傍ら宮川左近賞、太平トリオ等の老局漫才のブームにあやかりでし、等を従えて、老局賞、不要券、礼花賞を結成したりもした。晩年は喫茶店を営み隠居していた。ありがとうございます。